月曜日のニュージェネビキ、バロンの回でございます。イエーイ、バロンバロン、はい、バロンだよ、バロンバロン、バロン、はい、はい、いろいろね、初っ端から手厳しい、はい、ご意見をいただき誠にありがとうございます。確かに、サラダさん、サラダセ、サラダセ、サラ社長はね、今日はちょっとね、そうですね、ご意見されていらっしゃるんで、はい、はい、じゃあまず自己紹介からしましょうかね、はい、全然まだまだ、始まったばかりのお店ということで、うん、みんなのこともね、はいはい、知らないっていう子がそうですね多いんだと思うので、まずじゃあ自己紹介、はい、じゃあみやびくんからいきましょうか。いきましょう、はい、はい、みやびです、はじめまして。まあアマちゃんですけど、うん、なんか、はい、頑張ります。はい、じゃあ次スカイ、はい、よいしょ、はい、よいしょよいしょよいしょ。はい、次スカイ。はい、スカイです。なんだろう、好きなタイプは童顔でちょいぽちゃで目鼻です。よいしょよいしょよいしょ。はい、じゃあ続いてジン。はい、ジンです。好きなタイプはやっぱやめとけます。まあ気違いなんです。どんどん歌舞伎町に気違いパワーを生んでいけたらいいなと思います。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。はい、話と違くね。うん、変えたっす。いやいや、チキった、チキった。いや、しょぼう、お前。いや、もう、やばいわ、ほんとに。なんか、先制するって言ったんですよ、オープニング前にね。まあ、ジンくんが、いや、自己紹介するときに、いや、俺は言ってやりますよ、と。歌舞伎町に旋風を巻き起こすぐらいのことを言ってやりますよ、と言ってたのに、ただの普通の自己紹介。しょぼう、お前。ほんとだよ。まあ、ほんとね。うん、これから。これから、これから、これからね、まあ、レベルアップしていってくださいということで、はい、はい、ね、まあスカイロリコンなの？スカイロリコンっていうか、スカイ自体もスカイも、そんな言っておっさんじゃない。ヒゲの自己紹介、ヒゲの自己紹介、ヒゲは、ヒゲの自己紹介、ヒゲ来た、ヒゲ、ヒゲ、はい、大気をやっております、ゆうやと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブスブスブス、ヒゲ、ヒゲ、ジジジジ、バロンのね、オープンしてから、まあ長い子で言うともう4ヶ月目ぐらいの絡みなんですが、すでにこういう扱いです。よいしょよいしょ。ヒゲ、よー、ヒゲ、ヒゲ、ヒゲ、しょぼい。ね、最初はね、みんな可愛かったんですよ、本当に。いや、まあ今も可愛い、今も可愛い。いやいや、暴言しか聞かねえから、マジで。もうヒゲ変えれ、おい、こらあいっぱい来る。まあ、頑張ってるもん。そう、もっと言ってやれ。おい、よし。はい、もうね、最初は本当になんかもうなんだろうな、未経験の子もやっぱいるので、本当になんていうんですかね、全然右も左もわからないと、うん、歌舞伎町もホストも全然わからないというところで、もうなんだろう、もうね、ランドセルこの間下ろしてきたばっかみたいな感じの子だったんですけど、うんうん、今となったらね、30超えたおっさんに対して暴言しか吐かないというね、大成長したよ、そういうものどもにしか習ってない、大成長したよ、ほんとに。そのケーキ出せ、おかしいだろ、おかしいよ、それちゃう番組よ。はい、ということで、30分、顔出せも違うわ、ハオさんも違うわ、違う、なになに、ハオ店長、ハオ連れてこい、ハオ店長、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 さっきキングいたらもうしまっとった、早っ、行ったのかよ、キング。一緒だね、ちょ、用事があって、まあ、アポなしで行ってみたら、うん、いや、まさかの閉まってた。はやっ！はい。まあね、これもね、うん、言っていいのかどうかわからない情報ですね。もしかしたら、まだ、いや、今日ミーティング長引いてとか言ってるやついっぱいいるかもしれない。そうですね。シークレット、シークレット、なんか今、いや、ごめん、ちょっと、
連休前だから、あ、そうそうそう、うん、グループはね、あの、明日から、3連休なんですよね。うん、ニュージェネーショングループ、まあ、唯一バロンだけが明日からもまだ頑張りますよ、ね。はい、頑張りますよ。と、はい、いうことなので、まあ、今日はね、バロンお休みだったんですけども、はい、朝からまた頑張っていきますんで、よろしくお願いします。ということで、この、一応でもヘアメイクしてんのそれ。ヘアメイクしてないっすね。してない。これはもう、はい、あの、オフ感満載で、うん、はい、なんなら僕はもう風呂上がりでね、もう髪がなんか、バサバサっすからね。バサバサだし、なんかもう、すだれみたいになってるし、うん、誰がハゲや、おい。ハゲ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 。何これ。なんかでもめっちゃでもみやびいじられてない？みやび、みやびかわいい。いじられてるっすね。ハゲヒゲ。ハゲ、ハゲグイ、ハゲグイ、グイグイグイ。ハゲグイ、ハゲグイ。いや、まだまだ出すからなんですよ。まだね、はい。そうですか。ていうかね、石川出せってやめてよ、ほんとに。グレープの偉い人ばっか出せたらいいわけじゃないからね、ほんとに。もうやめて、今のとこ出てきたの、朝良社長でしょ。で、姫木社長でしょ。で、ハオ店長でしょ。で、両代表でしょ。はい。やめろ、これ以上言うな。怖いやろ。めっちゃダメだよ、怖いからやめろ、ほんとに。今日正直、まあ、バロンの会ということだったんですが、まあ、こうやってね、引率がてら、僕お邪魔してるんですけども、はい、当初の予定ではね、うん、3人丸投げするつもりだったんです。きつい！いや、ほんと、正直きつい！30分持たないから。ということで、お疲れ様でした。あとじゃあ、3人でよろしく。いやいやいや、待って待って待って、つらい。ちょっと、帰っちゃったんで、まあ、ちょっと、なんだろう、初見です。自己紹介じゃあもう一回やるか。もう一回自己紹介。はい。面白くね。じゃあ、ジンから。じゃあ、ジンから。うん。ジンから。はじめまして。人に投げたよ。おい、ジンです。こいつ人に投げたと今。ボーリングのスコアは、60ぐらいです。よいしょよいしょ女子より弱いみたいなね。面白くなかったらヒエビンタ。面白くないこと言おう。次。あ、面白くないこと。もう全然。何しようかな。あ、あれだ、名前だ。スカイです。スカイです。好きなことは氷を食べることです。よいしょ！よいしょ！なんかね、目の前にあるからね。はい、じゃあ次、僕ですね。みやびです。なんか面白いこと言える自信ないんで、とりあえずゆうやさんビンタしようと思います。はい、ゆうやさんちょっと、顔だけいいですか？ちょっと。顔だけ。怖いわー。怖い、怖い。顔面ちょっと顔面よこせや。前だよ、さ、男の飲み会でさ、とりあえずチンコ出しとけ OK とかさ、誰か殴っとけいいとかさ、そういうのってさ、もう、全時代的じゃん。いや、でも、ちゃんと来る今はもう、そういうの早くせえよ。ああ、もう。何ビビってお前。ヒゲはアラフォーらしいって書いてあったんで。アラフォー、いや、まだあと1年、あと1年。あと1年。あと1年。今34なんでね、あと1年。僕が気になっちゃった。いやいやいや。まあでもあと1年でアラフォーなんでね。ジジイだから。そうね、そろそろね、そろそろね、ちょっと今期とか考えなきゃいけない年だと思うんだけど。絶対無理だと思います。おじいちゃん。誰？おじいちゃんです。誰？いやでもね、正直30になって、すっげーどうでもいい話していい？すげーどうでもいい話していい？31ぐらいの時に。あ、めっちゃどうでもいい。まだまだ。ちょっと、まだホストとかやる前だったね、俺。はい。やるの遅かったから。で、まあ、普通に昼食やってたんだけど、もうなんか、人生、俺このままじゃやべえって思って、婚活サイトに登録しそうになったことあったよね。いや、やばいよ。やばいよ、なかなか。出会いないから。ほんとに。まあまあまあ、確かに。もうそんな、ライカくんまだって、ライカ大好きよ、お前。大好きだよ。ほんとだよ。まだライカくん。待って待って、ヒゲ梅毒できるよな。このルックスお前、誰とセックスできると思ってんだ。相手入れんなよ、こっちだね。金払うほどな、儲かってもねえんだよ、嘘よ。あ、もう、あ、今の。うん、それ持ったわ、ちょっと。ホスト辞めたらって、もうやってるよ、ホストもう。みやび君、歌歌って。歌歌って。現役ホスト、はい、現役ホストの人手を挙げてください。はい。お前ら何なの？はい！はい！はい、ね、一応3人が、ホストとして今ね、バロンのホスト、プレイヤーとして、頑張ってくれてます。はい。はい。ちなみに、ヒゲはもうホストとっくにそうねやめたんですけど、ヒゲは1年ぐらい前からヒゲやってますね。ヒゲヒゲって何だよ。職業ヒゲです。職業ヒゲ。職業ヒゲ。バロンらしいけどね。そう、バロンってさ、お店の名前、まあもともとね、意味がまあいろいろあるんですけども、まあ一つに男爵っていうね、爵位の方で一番最下級、あ、余計なこと言った今。まあそういうね、ちょっとこう、なんかこういうね、おひげのイメージがあると思うんですけども、可愛い、あれが、はい、まあなんせね、うちの社長がまずイケメンと、
うん、もちろん社長がね、まずね、イケメンと社長はカラスだから、そしてカリスマだからもう、内勤のね、もう一人ヒロキ君もイケメン、イケメン、だいぶイケメン、うん、全部ね、イケメンで面白い、なぜか私だけヒゲ生やしてザマビロよいしょ、イモ、はい、イモ男子、でも唯一バロンだからね。まあそうですね、バロンの象徴っすもんね。ね、うん、まあ全然こう男爵っぽいヒゲは生えなかったんだ、ついに第一社長まで出てきた。やめろ、やばいやばい、めっちゃ言うじゃん、みんないい第一社長出せって。第一社長はね、人気あるからね。いやでも社長、第一社長やね、僕がお世話になってるのは大好きなんですけど、はい、あ、僕も好きです、僕も好きです、僕も大好きですね。まあ、ごま釣りはそろそろいいとして、ね、じゃあ、こうしよう。まあ、バロンに入ってみたきっかけとか、まあ、ホストやってみて、何、どういうところが楽しいなとか、イメージとここが違ったとかっていう、まあ、ちょっとベタな話ではあるんだけれども、まあ、バロンがね、まあ、新しいお店っていうのと、未経験の子が多いということを、まあ、初めてホスト、ね、バロンで初めてホストやってるっていう子が多いので、まあ、改めてそういう意見をね、意見っていうか、まあ、ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、ね、はい。じゃあ、みやびくんからいきますか。俺からですか。はい。まあ、俺ホスト始めて半年ぐらいなんですけど、今。ホストやる前のイメージは、ほんとマジ可愛い子ばっかで、来て、まあ、なんか、まあ、男だからもちろん女好きなんで、可愛い子ばっかかなと思ったんですけど、マジブスばっか、客初回ブスばっか、おいおい、マジおい、ぶっちゃけ可愛い子だとグイ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 だね、もうグイ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 、ヒゲ怖い、めっちゃ落ちた、ライティン減ったらめっちゃ落ちた、ライティン減ったらお前のせいだ、え、出た、俺がもうそれ払います初回料金自腹で、うん、自腹営業。スカイ君雰囲気三浦翔平に似てる、うん、まあ実際初回でも言われたことあるけど、そゲイゲイいいじゃん、ゲイ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 、はい、じゃあ、スカイ君、はい、感想というか、ね、あ、何でしたっけ、え、うん、あ、ホスト始めてみて、最初はなんでやってみようと思ったのかなとかね、やってみてどう、実際どうだったのか、イメージと違ったとかね、最初はまあ僕もね、ゆうやさんに憧れて、いや、お前俺のこと知らねえよ本当だよ、知らないじゃん、全く、なんだから一回お前追い返しただろ、なんでだ、間違いない、なんでだっけ、うん、なんかね、あれです、グイグイ何してるすいません、緑茶ください、はい、じゃあ次ジン行こうか、じゃあジンね、うん、ジンがホスト始めた理由はうんこがついたパンツしか履けなかったんで、うん、綺麗なパンツ履きたいなと思ってパンツ募集中です、よいしょ何言ってんだ俺やばい、ツッコみづらかったよね今のは、なんかいっぱい書いてあるのに、とりあえずヒゲの黄色減らそうってやめろ、生きていけなくなるぞこっちとら本当に、まああれもいけないしね、今楽しいって聞かれてるよ、いやめっちゃ楽しいですよ、ね、まあ、毎日ちょっとホストやってみて実際、はい、まあね、悔しい思いとかもすると思うし、うん、なんだろうな、やっぱこううまくいかなくてね、壁にぶち当たることもいっぱいあると思うけど、まあ基本的にまず楽しいかどうかっていうかね、うん、まあ楽しめないとこの仕事はやってる意味がないと思うので、はい、はい、どういう時楽しいなと思う、実際やってみて、うん、やってみて、でも、うん、普通に店で働いてる時とか楽しいですね、うん、まあうちね、ほんと仲いいんだよね、うん、ほぼ同時期に入ってる子たちばっかりで、まあ、まだね、もちろん、新しいんで家族も募集中なんですけど、ヒゲはどの立場なの、ヒゲだよ。ヒゲだよ、顔のこの下の方にな、生えてるな。なんかよくわかんない、コケみたいなやつなんだよ、ヒゲ。コケヒゲだよってマジ笑ったわ、マジで。ヒゲだよ。なんだっけ、名前、名前しかせない。じゃあ、スカイはどういう時が楽しいの、あ、楽しい時は、ゆうやさんが、サラ社長からめちゃくちゃ本気で怒られてる時です。もう顔がね、いつもこんな感じなんですけどね、うん、怒られてる時、あ、じゃあタイミングで CM お願いしますって言われてるよ、はいはい、はい、じゃあなので、あと20分ぐらいしてから CM 行こうかな、じゃあ、はい、結構長いな、 あと20分、俺が20分ぐらい話させていただけますから、うん、今からね、じゃあ、うん、3人で履けよう、履けよう、そうだ、いいか、ああ、ジンだよー、まあ、あれなんですけど、楽しい時はWe'll be right back.
ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。はい、なんとか、15分持ちこたえたので、あと15分このままぐだぐだと頑張りたいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。教えてください。じゃあ、ラスト5分はね、ヒゲのアップで耐えてもらうんで、あと10分頑張ってみなさい。ヒゲのアップにみやびの歌つけて。うん。ゆうや頑張ってよって多分、ひろきくんな気がすんな。まあいいや。ヒゲかい、やりましょう。いやヒゲアップ。ヒゲアップつらい。間違いないわ。本当に。汚い毛穴しか見えない。じゃあ、でも、俺の話ばっかしてても仕方ないんだけどさ。確かに。ゆうやさん言ってもしょうがない。ヒゲ、人生初めて生やしたの、バロンになってから、バロン入ってから。うん、それまだ。ないしね。ちょっと、あんま、もともとそのヒゲ似合う方じゃないと思う。ちょっと質問いいですか何ですかヒゲって勝手に生えるもんじゃないですか。勝手に生えるもんですよ。え、なんで、何言ってんの、え、なんか自分の意思で生やしたみたいな。違う、今までちゃんと剃ってたんだけど、初めてね、生やすく伸ばしたのね。はいはい、で、こんなになんか小汚くなると思ってなかった。もうちょっと生えなくて諦めればいいレベルか、なんかもっとびっしり生えて、こう、いいんじゃん、こうバサッバサッってなってると、ね、なんかもう、ね、ここら辺ね、濃いやん、そう、たくましい感じのヒゲ、なったらなと思ったけど、なんとも言えないこの中途半端さ。中途半端、間違いない。俺だなって思ったね、それはね。全てにおいて中途半端、うん、誰がその話興味ある、ねん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 いいんだよ別に、ね、興味、お前らになんか興味持ってもらいたくねえんだよこそらよお前、俺らで、間違いない、こそら関係ないんだよ、関係ないんだよ、ヒゲの人生が中途半端、いやもう存じ上げておりますそんなことは。社長の印象、あでもね、社長の印象大事大事だね、結構でもなんだろうな、スカイとかミヤビとかは、はい、合同説明会とかでね、まあ、社長の話聞いて、まあ、最後ね、こう、入ろうって決めたりとかっていうのがあったと思うんだけど、ね、はい、ジンは、まあ、タイミング的にはそうでもなかったんで、ちょっと遅れてる。印象はでも、社長の印象。話下手な感じですね、最初。社長が。日本語苦手そう。何人だよ。日本語苦手そうだったんですけど、なんかまとめる力がちょっと、まとめる力すごいですね。リーダーシップめっちゃある感じで、でそこに惹かれたって感じですね、うんうん、リーダーシップあったの？日本語上手くないのに。いやなんか違うです、日本語下手すけど、うん、伝えたいことは分かるんですよ。いや気持ちだけが絡まっただけでか、うん、いやいや意思は通話してるんで、まあ、意思は通話してるんで、今更ですけど、うん、絡まったらしいですよあれ、うん、はい、絡まってましたねだいぶ。でスカイはどんなイメージだったの？どんな感じだったの、社長。社長、最初のイメージですか。うん、最初僕ゆうやさんとしか話してない。あ、そうね、一番最初はそうだね、俺とは話し、俺が面接したんですけどスカイ君ね、まあこういう状態なんで、一回帰ってくださいとぶっちゃけ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 一回、いやね、今でこそね垢抜けて本当イケメンになったけど、来た当初マジでこいつ、いじめられてたっしょ、みたいな。本当に。やばくねみたいな。本当そんな感じで、ね。で、なんか来た理由も、で、こう言っていいのかな？一番最初にそのホストね、こう面接したんですよ、うん、僕が、スカイを。うん、で、ホストになってみようと思った理由って何ですか、うん、って言ったら、うん、僕、口下手なんでコミュニケーション能力鍛えたいですって来たのね。うん。なんかでも、もうその時点で、ね、いや、そういうやつ別にいらねえんだよな、とかって思っちゃって。めっちゃ言うじゃん。で、だからそれこそ、まあ、見た目も、なんか、まあ、パッとしなかったね、当時は。うん、で、まあ、帰ろうか。で、まあ、ちょうどね、翌日が合同説明会だったので、明日、もう一回来てください、って言って、退入とかさせずに帰りました。懐かしい。そんなめっちゃ懐かしい、本当に。ね、で、まあ、翌日、でもね、すごいやる気があって、まあ、普通やる気なかったとか、なんかその、上辺だけの、なんかもう、軽い気持ちで来てる子だって、一回帰らされたらさ、もうなんか、いいやとか、もうこの店最悪みたいな感じで、多分来ないだろうなと思ったから、まあそのやる気も見たかったのね。で、一回帰ってもらったんだけども、まあ翌日しっかりとね、合同説明会が来てくれて、ね、やりたいですって言って、まあ、ね、今では、三浦翔平？三浦翔平に似てるって雰囲気が。似てるとか似てないとかっていうね。似てないと一言余計でしたね今の。似ていると思う？正直。似てないですね。全然雰囲気も全く似てない。じゃあここって僕たちがねこうやって今撮られてる状態、放送されてるその画面もこっち側で見えるようになってるんですけど、うん、画面越しのなんかこう何マジックじゃないけどさ、
みたいな感じで見たとしても似てない、ね、似てない似てないですね。似てないよね、正直。ヒゲのくせに偉そう。ヒゲめっちゃ飛び出してる。ヒゲ入れんなよ。めっちゃ飛び出してる。ヒゲ入れんなよ、ほんとにもう。ハントタイム。いいですか。ヒゲ、誰に謝ればいいの、ヒゲ。スカイに謝れや。あ、じゃあ分かった。じゃあ、ヒゲ、ヒゲが、誰に対して謝ってほしいのか。うん。じゃあアンケート取りましょう。アンケート、そうですね。はい。うん。聞こう。じゃあ、今398。コメント398なので、400、はいはい、あ、次だね。400の人が名前入れた人、石川か石川代表ちょっと待って。先日は、使わない動画とかね、撮らせていただいて、本当にありがとうございました。最近の二次会楽しかったです。はい。すいませんでした。なんでいきなり両代表に謝ってるの？すごいよ、今の。きつい。多分ね、一番関係ないポジションぐらい。グループの中でも一番あまりここ接点がないぐらいの場所にいらっしゃる。ね、あ石川に言っとくわ、お前友達かあやばいわ。はい、まあ、この間ね、ニュージェネレーショングループのドリームマッチっていうのがありまして、はい、はい、はい、まあ、両代表とね、僕はもう同じ、ナイトの会場でお仕事させていただいたんですけどね、はい、なんだかんだで僕自身はね、石川遼代表と、一緒にお仕事するってのすごい初めて。だから俺の話どうでもいいんだってマジで。そうですね、ちょっと話変えよう。残り何、やばっ、もう時間ない。あとね、だから5分ヒゲ伸ばすか、ヒゲ、あと3分しか3分ぐらい3分ぐらいで、まあ、じゃあ今月の残りのね、スケジュールとかちょっとお話しましょうか、ね、あ、そうですね。はい、まず明日から営業します。はい、よいしょ。バロンは、お盆休みとかね、そんなへこたれて怠けたりしなくて、うん、寂しい寂しいと言ってる、リア充じゃないお前らのために、営業しております。よいしょ、来い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 、ね、来い来い、まっ来いから、ヒゲ抜きに来い、一本ずつ。そしたら俺狂ってなるから。やばい、狂ってないかも。男爵いなくなっちゃう。コンセプトがね、そうね、チャームでピンセットを渡してるね。象徴が、いや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 、ちゃんとね、チャームのとこに戻してね。汚ねえ。今日からの来客数分ヒゲ一本ずつ抜いていきましょう。いやいや、来客したお客さんに抜いていってもらう。そう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 、キャッシャーで。さっき言ったやん、それ。キャッシャーで。理解力がね、もうやばいよね。ね、ヒゲ働け。仕事で来てんだよ、ここは。趣味じゃねえんだよ、これ。なんならこっち休みだわ。本当だよ。今日休みだったわ、もう。さっきまで寝てたわ、おはようございます。おはようございます。はい。で、何の話だっけ。じゃあ、明日、明日じゃない、ごめんなさい。次ね、21日。はい、海行ってくるでというイベントやっちゃいますよ、よいしょ。この日はね、まあ、ドレスコードとしてみんなが、ふんどしと。いや違う違う違う、海パンね。海パン、海パン、葉っぱね、ふんどしはすごいわ。葉っぱ、うん、どれ、海パンとかふんどしとか葉っぱとかいろいろ出たけど、どれ。ティーバッグです。海パン、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 本当は海パン、本当は海パン、ティーバッグ、ティーバッグも海パンだよね。あ、そうだ、ある意味ブーメランとかそういう感じ。確かにね。はい、まあ、海パンで、上裸でね、はい、ちょっと暑苦しく、脇汗とか多分ちょっと垂れてると思う。そう、やばいっすね。舐めてほしい。グラスに注ぐ。はい、グイグイって言ったから。ビチャビチャ。脇汗絞って。グイグイ。そういうイベントをやっております、やります。で、この日はね、なんだっけ、今、チェイム対抗戦をやってるんですけど。お、出た。はい、まあ、11日にもね、やってたチームということで、うん、ファントムチーム、レジェンドチームと、うん、やってた、分けてやってるんですけど、まあ、そのチーム対抗戦のね、結果発表の日と、はい、最終日というので、大変ですね、大変ね、盛り上がるんじゃないかなと思います。うん、あ、ちなみにファントムチーム、はい、レジェンドチーム、はい、負けたの。よし、そうですか。でも俺もファントムだったから、会場はね。そうですね。会場は俺もファントムだったから。あ、22だね。ヒゲと仲間。ヒゲと仲間。そうしたらね。俺はかわいそう。そしたら俺は。ヒゲの小汚い、なんだろう、加齢臭漂う、なんかもう劣化した感じと、若々しい雅の可愛いルックスと、足して2で割るとスカイになるっていう。なるほど。じゃあ俺らの勝ちじゃん。なるほどね。間を取ってね。俺そこ2人分強さって。え、でも2で割っていく。2で割ってるやん。臭いだけ残るみたいな匂いがね。みやび、みや、スカイが臭いんだよ。スカイが臭い。ダジャレ的なね、なんか。
まあ、それでイベントをやります。で、この日は、いろいろとね、面白い、いろいろというか、普段ないようなね、ラムネとか出してみたり。飲みたい！ね、まあ、うちのお店は、まあ、未成年の方もね、お店にお越しいただけるんですけども、はい、まあ、未成年の方はもちろんね、まあ、老人の方も、クソババアも、昔の、ね、ジジイも懐かしい。ジジイも、これは違う。ジジイも。違う違うね、ちょっと懐かしい感じを思い出してもらって、ラムネなんかね、ラムネいいですね、ラムネいいですね、はい、まあ、あとはね、なんだっけな、缶物、うん、がちょっと、まとまってお安くなってたりとか、お、はい、みんなでね、どんどん開けちゃう、あとはまあ、うちのね、カタチンが、まあ、フルチンになるかもしれないっていう、おー、おーそれはね、最高、うん、その先、みんな見たいよ、うん、いや、あいつすぐ抜くから、別に見たいけど、はい、そうですね、そうね、まあ、そういうイベント、どういうイベントだよ。まあ、海パンで、はい、本当だよ。です、上裸じゃないです。そんななんか男臭い感じじゃなくて、はい、ちゃんとね、T シャツ着たりとか、はいはいはい、ブラつけたりとか。いや、ブラはつけないですよね。さすがに、おかしいおかしい。皆さん、おっぱいある、うん、あるあるある。うん、何カップですか、ちなみに。測ったことないけど、多分 A か B はあるね。でべ結構、いや、結構あるな。言うとくけど、お前ら、貧乳クソ女子よからな、持ってっかんな、俺は。あ、ありますね。勃起してんじゃん。勃起はさ、半歩ぐらいせいぜい行ってもね。いやいや、いやいや、おっさんの質問で半歩ぐらい。クソ野郎じゃん、マジで。ということで、1分前なんで、ちょっとヒゲのアップをじゃあお願いします。はい。ヒゲアップ、嘘だよ。嘘だよ。やめとけって。動いてる、やめてる、やめてる。やめとけ、やめとけ。やめとけ、やめとけ。やばい。汚い、汚い。汚い、ホラーだ、これ。やばい、汚い。ホラー、汚い、ホラー。やばいよ、もう。ということで、来週はね、また別のお店が、はい、歯が汚い、やばい、歯が汚い、やばい、やばい、歯もやめて、ホワイトニングしましょう、やばい、やばい、皆様、ね、歯は大切って、俺、画面の下、歯は大切にね、ホワイトニングしてください、そうですね、はい、僕も、年内には行きたいと思ってます、おっ、はい、この間、大社長が歯真っ白にされて、やべえ、えぐい、そうですね、えぐい、真っ白に、そして、22日には、こんがり焼けて、ヒゲもチリチリにして、ヒゲにパーマかかってきます。いいね、はい、最高最高、23日以降はね、はい、楽しみにということで。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を